こんにちは、ファンです。今日ご紹介するアクセサリーはこちら、アオスタモナラビエカメラバッグです。結構しっかりした一眼レフ用のカメラバッグになっています。結構一眼レフ用のカメラバッグって男性向けのごつい感じのものがほとんどなんですけど、こちらはキルティング時にスパンコールと非常に女子向けのアイテムになっています。早速チェックしてみましょう。留め金も可愛くて、ボタンにゴムを引っ掛ける形で留めます。タブがついているので開け閉めもすごく楽ですね。中を開けるとこのように着脱可能な間仕切りが一つついたシンプルな作りになっています。早速一眼レフを収納してみましょう。このカメラバッグに収納できるのはこういった、例えばこれはキヤノンの EOS KISS なんですが、こういったエントリーモデルになります。ミドルクラス以上はちょっと大きいので収納するのは難しいかもしれません。ご注意ください。じゃあ実際に収納してみましょう。このままだとちょっと高さがあって入らないので、レンズとボディを分けてから収納してくださいね。このようにぴったりと収納することができます。で、間の間仕切りの位置を動かせるので、レンズもこのように動くことなくぴったりと収納することが可能です。高さもね、本当にぴったりと収まって無駄な余裕はないので、中で物が動いてしまうようなこともありません。結構今女性に人気のミラーレス一眼であれば、レンズとボディを分けることなくまとめたままスッと収納することもできるので、さらに便利ですね。また例えば化粧水や歯ブラシ、あとはこういった細かいメイクアイテムですね。こういったものを収納するバニティポーチとしても使うことができます。こうすると朝の支度、これ一つあれば済むのですごく便利ですね。とっても女性向けのカメラバッグ、気になった方はぜひレビューをチェックしてみてください。ファンでした。はい、ということでですね、本日紹介するふなっしーグッズはふなっしーの抱き枕ぬいぐるみと、ふなっしーに変身できるフードタオルです。変身してしまった。そう、この